えー、第5項です。前回、日本人のね、共産主義者の人で、ソ連に亡命して、来、え、年、ー、にあったっていう話しましたよね、えー。今回はね、同じようにフランス人でもそういう人,人がいた。他にもたくさんいたと思うからね。まあ、これは参考例だけど。えー、ジャック・ロッシっていう人がいましてね。この人はフランスの、まあ、金持ちの息子だったのね。ところがやっぱり被れちゃったわけですよ。戦前。共産主義。 それで、もう、献身的なね、コミンテルの工作員になって、いろんなもの運んだりとか、いろんなことやってたわけだ。で、1937年だったかな。えー、ソ連に呼ばれたのね。それで、やっぱりもう、その時周りの人はね、危ないっていう感じがあったらしくて、まあ、その人のあ、まあ、恋人っていうかね、奥さんにな,なろうかっていう人が、やめなさいって言ったんだね。だけど、この人は生きがってね、行っちゃったんだよ。それが間違いで。で、捕まって24年。 はじめはこの人はね、本気でも共産主義を社会を作ろうだと思ってたからね、逮捕は5人だ、間違いだと思ったんだね。ところが、あーこの牢屋、牢屋が垂れ回しになっていくに、自分の方が間違ってたんだってことが分かったわけ。こんなね、人工の楽園なんていうのは絶対できこない。ソ連のスターリンなんかも初めから知っていてね、芝居をしていた。建前論でやって、実際にそんなことできこないことを100も承知でやってたんだってことが分かったわけ。 まあ分かっても普通死んじゃうんだけどね。彼も、スターリンの死でね、えーまあ、生き延びた,、えー、たわけですね。で、フランスに今、最後帰ってね、いたわけです。で、彼のね、エピソードで、あの、この本なんか読んで面白かったの。面白いっていかね、あたね、あの、12年ぐらい経った後ね、関東軍の軍人たちと同じ、あの、刑務所に入った。で、ロシア人はバカだからね、日本人は猿だと思ってるから、ジャックロシをね、そこの中に入れると、 え、文化対立みたいな起こうして苦労するんじゃないかって言って、まあ、いじ、い,やいじめのつもりで入れた。とか、ジャックロシはね、日本の軍人を見てね、もう全然今まであった人たちが、はっきり言えばね、あの、目にこう、なんか品位がある。生活でね、みんな立派だ。だからもう、あんな恐ろしいところに行くと、みんな人間はもう、もう獣のようになっちゃうわけだね。ところが、日本の軍人たちにはそれは獣じゃなかった。素晴らしい。それでもう、中であの、内村、 ゴウスケっていう人はもう亡くなりましたけど、いますよね。あの人とも知り合いになった。それから、この絵文隆さんね。文、え、のー、元首相の長男の方ね。えー、この人は、あのー、ちや,やっぱ10年ぐらいして帰国寸前に毒殺されたね、刑事部にねあの。やはりこの人たちもみんなスパイにならない人、みんな断った人だよね。長く10年もいたしたらみんなスパイじゃないからね。 あの、瀬島隆三さんもそうだけどね、みんな、ああいうのはみんな違うんだっていうことをしっかり覚えてるね。この内村さんって人が偉い人だよね。この人の話ではね、この人は満州で、まあ、いわゆる敗戦の混乱でずっと南下してきて、えー、日本へ帰る途中だったんだね。ところがね、法典だかの大きなところでね、この人の大学の、大学で語学学校かな、先輩にあってね、日本人の収容所があってね、今みんな通訳が困ってるから降りて、降りて,降りて助けてくれないかってっこの人偉い人だよね。 それで降りたのがこの人の、ある意味では運のきだったわけ。それで捕まっちゃったわけ。このロシア語の堪能な人だからね。それでもう帰れないと。それでやけど結局さ、この彼もね、生き延びて、スタリンの死で帰ったわけ。その先輩の人がね、その人が生きて帰ったもんで、ね、内村さんに悪いことをしたって言ったけど、内村さんって偉いね、だけどね、私もこの方は本当尊敬してる。えー、もう亡くなりましたけどね。 彼はね、もうたくさんのソ連のそういう不正を見てきたもんだからね、あらゆる場所で、そういう不正が行われたときはすぐに、すぐに抗議する。実際ね、あの、KGB が引率して日本に来たあの、えー、ロシアの学生かなんかと日本人とのなんか懇談会があった。その時にね、えー、内村さんが怒ったわけですよね。この、あの、KGB ってのは悪の塊だからね、激しく抗議してみんながもう鼻血飲むぐらい。でも彼の考え方はそういうことだから正しいですよね。 私たちもね、不正があったらすぐに抗議する。それ忘れないでね。さて、ジャック・ロシの話も出します。で、彼はね、結局、フランスに帰ってきたんだね。それで、その、やはり共産主義に警戒しなさい。しかし、若い人とかみんながね、すごい関心が薄い。まあ、それで啓蒙してね、もう亡くなりましたけど。これが人間なんですよ。隣で大変恐ろしいことがあっても平気なんだね。まあ、今日人間はバカだっていうね、結論なんだけど、 でもそれをね、立候補にするにはまあ教育しかないんだね。放置すればそんなもの。そういうことです。さて、その悪の帝国ね、ソ連も自滅する時が来た。誰もね、そんなのね、あの滅,滅びっこないぐらい思ったんだけどね。えー、こ国民もね、まあ、共産党ももう、息子の世代になってくるわけだ。 そして、はいね、万物ある点数。その、ば、いわゆる、弁証法でね、変化しちゃうわけだね。人間の心がね。も誰もだからやってることを信じないわけだよ。嘘はっり言ってるからね。偽善ばっかりやってるし。こで犯罪だし。あとね、もう、ソ連の国,国内経済はね、計画経済をやったために大混乱になっちゃったわけ。もう、ものすごい無駄ね。えー、るその、資源とその、最後、最終的なあの、市場とか繋がってないわけだから。 作るだけ作って、あとどうなるもないるね。こういうことがあって、大混乱になってたと。あと、コンピューターの発達とかね、そういうこともあったし、西側の情報が入っていた。それで、ゴルバチョフっていう大統領がね、情報の会議、グラスの地っていうのかな、情報開示をやって、いろんなことが分かってきたわけだね。そういった中で、東ヨーロッパの方が、独立を始めたわけ。ソ連ね、スターリンに占領されてて苦しんでしたっていう。それぞれのところの代理,代理人っていうかね、そういう、傀儡政権の、 指導者を追い出してね。東ドイツが西ドイツと一緒になったのは知ってるよね。ものすごいあれは大きかった。さて、そしたらね、グルゴルバチョフがロシアでもソ連でも,もう共産主義独裁をやめるっつっちゃったわけだね。それで、いわゆる大統領選,に選挙するね、国民に参政権を与えるように。そして、人、えー、したらね、この、いわゆる秘密警察のね、勢力が反乱を起こした。 で、それに対して国軍ね、元、元共産軍だったんだけど、国軍になっちゃったんだね。それがこれを、反乱を、まああ、鎮圧してしまった。そうしたらこの反乱側の奴らはね、命乞いですよ。助けてくれ、何でもしますだよ。これが共産主義運動の本質だったの。ただのね、詐欺と強盗運動だな共産主義運動っていうのはね。しっかりこれを覚えてください。で、まあ、ロシアの再建っていうことになってね、えー、国民は賛成権を獲得したわけ。 で、このね、ロシアの政治専の政治家、政治思想式の人が言ってるけど、結局マルシンはロシアから去った時ね、ロシアには廃墟しか残らなかった。それから無数の人骨だろうね。これでも急いで今度ロシアの伝統文化再建。で、あれほどね、えー、弾圧したロシア政教をね、再開して。で、虐殺されたね、共産党に殺された皇帝一家の聖人化をするとかね、ただね、うん ソ連人っていうのはね、したたかだからね、彼らのことわざ、敵の前で味方の呼ばれた下着を洗ってはならない。これどういう意味かわかるこれはね、あの、外国人の前でね、ロシア人のやった犯罪をね、あの、暴いてはいけないっていうね、そういう考えなんですよ。だから、そういうソ連の歴史を隠蔽し始めてるわけね。あんなに悪いことして殺したのにね。で、これが再建されたモスクワ救世,救世主第一協会ってやつだ。 え、もうこれ、もう巨大なのよ。世界でも有数の大きさでしょ。で、これ、ぶ、が革命の後全部爆破して壊しちゃった。で、そこに人民宮殿偽。人民宮殿。人民と宮殿という言葉自身が矛盾しておくよね。もう、いわゆるエセ。共産主義の偽物、偽物性がよく現れた名前だよね。で、ここのところの修道層とかね、全国の修道層を捕まえられてね、共生市場に送り込まれたり、もう残殺されて、もう、で、長い間の、あの、 持っているその宝物があるよね宗教寺院のねそうも全部溶かされちゃうとかね壊されてもうめちゃくちゃだそれでまああの1941年の独ソ戦が始まるとね、えー、ちょっとロシア政教会をねマ、えーまあ、スタリンが利用はしたんだけどねだからそれは略務の利用だからで防災ナンスだと共産党員だからね無神論だよねそれからねでまあソ連崩壊してまあ早速この人民宮殿をぶち壊して また元のやつね、昔の設計図通り作った。皆さんもしモスクワにいらっしゃったらそういうね、非常に立派な宮殿があるけど大変な歴史があるんだっていうことをね、あの、思い出していただきたいと思います。まあ、本当にまあ、あの、ロシアっていうのはね、このとんでもないし、あの、政治運動ね、共産主義で大目にあったわけです。だから私たちはね、そういうものを見て絶対にあの、 左翼に心を許しちゃいけないわけだけどね、えー、また続きます